はい、美術で日本を元気にする集荷棟の田中です。アートコレクターズの新しいのが届いたので、ちょっと紹介してみようと思います。アートコレクターズというのは月刊の美術の雑誌ですね。なかなか面白くて、我々もよく記事に取り上げていただいたり、あと広告を出させてもらったりしてます。この工芸という特集なんですけども、日本って何の国かって言ったら実は工芸の国だったりもするんですよね。で、我々どっちかというと絵の方が使いが多いですけれども、こう立体物も実は扱っています。で、今回結構ですね、背景だって工芸のことを正面切って扱っているのがなかなか面白いなと思ってですね、考えてみればアートコレクターズも工芸のことは意外と考えてあんまり今まで載せてなかったですよね。でも今回こうやってきっちり取り上げることで、この富本健吉っていうのがすごくキーパーソンになっていて、近代工芸、戦後だけではなくって戦前も含めての工芸という、この工芸って要するに立体ですけどね、ここになんかごちゃごちゃあって、ちょっとこれだと分かりにくいですけど、要するにとっくりだとか壺だとか、そういったその器的なものが基本的に工芸の形として一番一般的ですけれども、そこには日本独特のですね、非常にこう長い歴史もありですね、で日本文化の基礎みたいなところが入っているんですね。今ちょうどこの間も終わったかな、パナソニックでやってる、この工芸の素晴らしい展覧会のことも含めてですね、なかなか面白い特集になっていると思います。私どもでも工芸については今後少しずつ取り上げていく予定もございますのでですね、こういったジャンルについても皆さん、ご質問いただければなと思います。はい、ありがとうございました。